しなくてもあれば運転しないですかね。あれ動きますね。動きますか。動きますか。あ、下マット敷いてからこれか。ツルツルですよ。あれは。なんですか、人の頭見てツルツル。見てないよ。人は全然見てないし。今んとこ使えるじゃないですか、動画で。あれ持ってきなかったんですか。あれだけのためにね、プロフィアがね。今年の子でしょ。そう誕生日来て。はいはい。数えてる。あいつと同じなんで。あと50年ぐらい生きるんだもんね。大変だよね。俺なんかもうそんな十何年しか。いやいや。50年後面白くないでしょうね。でも面白くはないと思う。日本が残ってるかどうか怪しい。50年後って本当に電気トラックなんかね。ハイブリッドになってきてるんですよ。大丈夫ですよ。それに進行で日本なんかも決してなくなってこない。大陸にもみくちゃにされてね、干渉地点にされて終わりですよ。違うでしょ。なんか固体電全固体電池っていうのがあれがどれくらい発展するかだよな。あまりにも性能が良かったらやっぱり電気になっちゃうんですよね。なると思いますよ。そしたらなるよね、運ぶのは。ただね、こんだけね電力の供給不足だなんだって大騒ぎしてるぐらいだから、まあ、そうなってくるとね、やっぱこれ原発だっていう話が出てくるんでしょうからね。案外10年ぐらい前からガソリンとか燃焼効率の向上って結構実験されてるけど、あんまりなんかあるなんですかね。やっぱりハイブリッドとかで使われてるんですかね。だろうね。もう限界まで来ちゃってるでしょ。な気がしますよ。前早稲田がでもなんか早稲田大学の研究チームが燃焼効率2倍かなんかのあれを作ったって。だからあとはもう車の内装とか装備の問題になってくると思うよ、純粋に。そうっすよ。実際乗ってる人じゃね、ここまでその燃費意識して車選んだり買ってる人がいるかっていう話で、軽トラあたりはでも本当あれだろうな、万が一完全電気とかになりそうな気しますよ。なるよね。まあ当然田舎向けにエンジン仕様もある残されるだろうけど、でもミニキャブミーブ系だ。ん？ミニキャブミーブはでも、まあ、もう三菱やってのもあるでしょ。ミニキャブミーブのプロモーション動画で雪道もスイスイラクラク行けるみたいなのがあったんですけど、 FR しかないんですよ。そこなんだけど、だけど都市部だったらそれで十分だからね。まあまあまあ、エアコン付きの軽トラス探してさ、いろいろ見れば関東関西結構あるじゃない、はい、おいいな、値段も手頃だと思うと大体肉麺ですね。ああ四駆にしたらいいじゃないと思うんだけど、別に道路しか走れない人たちは必要ねんだもんな。農家じゃないと四駆買わないよね。そこらの商店の配達だったらね、エアグは雪降らない地域だったらもう全然必要ないですからね。結構なんか物積んでないとね、キャリーとかハイゼットとかもう坂道であれなんてね、砂利道なんか登れますからね。うちのあのハイゼットも何も積んでないと片道一時停止するじゃないですか。今日みたいな天気でもうカサカサなってると発進できないですからね。やばいよこれ、そっと出ないとなって。ハイゼットの田舎の浸透率って凄まじいですね。この間近所の田植え共同でやってるところの集まってきた軽トラみたいな8割ハイゼットです。ハイゼットね。みんなこの方どうなってんだろうっていう。なんかの親子ダイハツディーラー強いのかな。